ばれる炭の絵がついに登場。こんにちは、ミンミンツアー広報の顔色葵です。マスコットのミンミンです。熱いレースを盛り立ててくれるボートレースの勝負飯。あ、ついにこの日がやってきた。第5回目の勝負飯はついにボートレースの聖地へ。今日お届けするのはボートレース炭の絵。ボートファンなら一度は行ってみたいレース場。行ってみるとそこには食い倒れの街にふさわしい大阪グルメが集結していたんだ。これまで平和島、多摩川、江戸川、戸田と首都圏のレース場を紹介してきました。そして今回は首都圏を飛び出して食い倒れの街大阪へ。そう、ボートレースの聖地と呼ばれる炭の絵なんです。ついに大阪、炭の絵なんだね。炭の絵グルメって何があるんだろう。ボートレース炭の絵は食堂が3つ、売店は6つ、合計9つの飲食店が営業しているんだよ。そして噂によるとここには大阪の名物が集結してるって話だよ。たこ焼きにホルモン、お好み焼きにどて焼きとか。そうそう、それ全部できます、炭の絵で。熱いレースを盛り立ててくれるボートレースの勝負飯。今日は大阪、ボートレース炭の絵。ボートレース炭の絵。行ってきたよ、大阪、ボートレース炭の絵。大阪メトロ四ツ橋線炭の絵公園駅の目の前に位置するアクセスの良さが魅力。ここが聖地と呼ばれるのはボートレースの最高峰グランプリが行われる場所だからだと思う。ミンミンツアー的にはグランプリはほとんどが炭の絵で行われており、過去36回の開催のうち30回がこちら炭の絵で開催しているんだ。それゆえグランプリといえば炭の絵をイメージする人も多く、これが聖地と言われるゆえなのか。さあ、グルメの前に恒例の有料席をチェック。お、入り口には黄金に輝く金のボートが。これは2012年のグランプリ王者山崎智也選手の金のボートだ。有料席は3階と4階。まずはこちら南スタンドの有料席。お次はグループルームのプラチナルームへ。完全個室でとっても広々、最大8名まで使用可能なんだ。窓からは第1ターンマークが見られる特等席、これはすごくいい。続いてゆったりソファーのフラットルームは応接室みたいな作り、全3室つなげて最大12名まで利用できるんだ。続いて4階の有料席へ。ここはジャンピールーム、大人数でも利用できるのがいい。有料席では飲み物は無料。そして有料席だけのお客さんが利用できる屋外の席がある。ここは第1ターンマークの真上で熱い攻防が屋外で楽しめるんだ。これはすごくいいでしょ。開放感があってとっても気持ちがいいんです。さあ、いよいよボートレース炭の絵の勝負飯を紹介するよ。ボートレース炭の絵の勝負飯。炭の絵では大阪の名物が一堂に集結しているんだ。やっぱり大阪に行ったら名物を食べたい。それがレースを楽しみながらここで大阪名物が食べられるって言うんだから、こちとら観光もしないですぐに炭の絵に行きたいんだから、ここで大阪のうまいものがあるのは嬉しい限りなんだ。大阪に行ったらまずはうどんを食べたいと食堂エースへ。ここは1階敷地内の外向け発売所ボートパーク炭の絵にあります。
本場からもここに来るためだけに外向け発売所に行く人も多いという人気ぶり。昔ながらの食堂といった雰囲気がいいでしょう。昭和のレトロ感たっぷり。ここはうどんにそば、ラーメン、おでんなどが食べられます。早速お店の一押しの肉うどんをオーダー。まずはスープを一口。出汁が効いてうますぎる。見てください、このスープの透明感。東京とはやっぱり違う。牛肉もたっぷり。大阪で人気の肉吸いを思い起こさせる味。出汁は昆布とカツオ。少し甘めに仕上げているという美味しい出汁に一軒目から感動。これはうまい。お次は気軽に軽食、しっかり食事と両方楽しめる南スタンド1階のニュートップへ。食堂ではラーメンにカレー、うどんにとんかつとがっつりメニュー。売店では焼きそばや揚げ物、たこ焼きと食べ歩きにぴったりなフードが揃います。ここでの一番人気はホルモン。茹でて焼いて煮込むという手間暇をかけた牛のホルモンのこの迫力。秘伝の自家製焼肉のタレをたっぷりとつけていただきます。タレは普通、中辛、辛口の3種類から選べます。人気のホルモンをもっと堪能したいならホルモン丼がおすすめ。広い店内ではゆっくり食事が楽しめます。入り口で食券を購入。さあ、こちらがホルモン丼。ボリュームがすごいでしょ。牛のふわなどのホルモンがたっぷり。ソースはニンニクに甜麺醤、豆板醤などを加え、ピリ辛風味の仕上がり。ゴロゴロと大きな肉がたっぷりで大満足です。それでは本庄南スタンド1階の売店七福へ。このレトロ感なんか好き。気軽に食べられるイカ焼きやフランクフルトなど軽食のお店。店頭で飛ぶように売れていたのは焼き餅。しっかりと焦げ目をつけて甘辛の醤油でいただきます。ここのお目当ては大阪名物どて焼き。とろけるような牛すじ肉は甘めの味噌味でめちゃめちゃ美味しい。さあ、次は2階へ。お好み焼きにたこ焼きはここ老舗売店の V&S へ。住之江ファンには南売店と呼ばれていますが、正式名称は V&S と言います。住之江の飲食店の中で最も古く、創業48年となる老舗。ここには大阪名物がたくさんあって、お好み焼きにたこ焼き、ホルモンなどがずらり。 V&S の人気メニューはお好み焼きとたこ焼きとホルモンの3つ。町内でお好み焼きはここだけ。甘めのソースがたまらなく美味しい。たっぷりソースが嬉しい。マヨネーズ、紅生姜も乗せて完成です。どうです、すごく美味しそうでしょう。ええ、めちゃめちゃ美味しいんです。生地はふわふわ、もう持てないくらいの柔らかさ。それでボリュームもすごいんです。大きいでしょう。さあ、こちらも人気メニューのホルモン。焼肉のタレをベースにニンニクと生姜が効いてめちゃめちゃ美味しい。ホルモンは焼いてからじっくり煮込みます。これは関東にはちょっとない味で癖になりそうなうまさ。たこ焼きもふわふわ、これもうまい。さあ、こちらはマークワンスタンド2階の売店 M1。 さぬきうどんや肉まん、おにぎりなどの軽食のお店。イートインスペースもあります。さあ、最後は指定席エリアの食堂勝ち船です。ここは有料席のお客さんだけが利用できる食堂。店内は広く、とっても綺麗で定食などが楽しめます。お店の一押しメニューは牛さがり肉定食。はぁ、いい匂い、もうたまらん。こちらが牛さがり肉定食。いい感じでしょ。程よい歯ごたえのハラミを焼肉のタレとわさびでいただきます。
うまし。お次は何かな？じっくりと揚げられているのはとんかつ。最後は人気メニューのカツサンド。パンの中身にキャベツはなく、揚げたてのカツのみ。甘辛いソースにカツの味がダイレクトに味わえると評判なんだ。さあ、どうだった？大阪名物がいっぱいで食べ歩きがすごい楽しいね。それとちょっと驚いたのがもつの味だよね。そうそう、関東では下茹での後煮込むというのが一般的だけど、大阪ではもつは一度焼いてから煮込むんだね。ふむふむ。味付けは関東では味噌か醤油が多いけど、大阪では焼肉のタレが大活躍。これにニンニクや生姜、辛味を加えるという濃いめの味付けだよね。これは癖になりそうな味わい。そうだね、大阪名物はもちろん、もつの味の違いもぜひチェックしてみてね。次回予告。次回は関西第2弾ボートレース尼崎。2018年からの改装が終わってとっても綺麗になったんだ。活気があって屋台の縁日みたいで楽しい。1日3000個以上焼くという、もはや尼崎のソウルフードと言っても過言ではないたこ焼きも登場。次回も見てね。お楽しみに。